こちらのポッドキャスト。どうも石田です。団長です。さあ団長、はい、泥捨ての果てで僕ら、うん、ヨーロッパ企画の映画ですよ。はい、まあもう聞くって言ってたんで、うん、聞きますね。はいはいはい、見た？見てないです、うん、まあね、だろうね、それはね、うんうん、それはそうだよ。だってそう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 、うん、言ってたもんね。今日、そうそうそう、今日の放送で、うん、ね、後でメッセージやってそれでって言ってたもんね。そうなんですよ、うん、いや団長聞いてよ。聞きますよ。あのさ、ドロスターテで僕らがさ、はい、今東宝シネマズ池袋、このオープニング作品に選ばれて、うん、あら、そう、もう出来たてほやほやの東宝シネマズ池袋で公開されてる、うん、しかもさらに東宝シネマズ日比谷でも公開されてるって。まだね、東京だけなんですけど、大手シネコンで上映されてるっていうことなんですよ。まあ団長京都だもんね。だから2条にあるんで、東宝シネマはまだね、まだすいません、その2条全国的にはそのシネコンには広がってはないんですけども。あら、まだ 4DX では楽しめないんですか？いや、そういう映画ではないんですけどちょっと団長見てよ僕もね、今ね、まあ、映画館にいますキャンペーンとかって言って、まあ、京都シネマさんとか、このあと出町座さんの方にね、京都はこう移って行ったりするんで、うん、そこにこう遊びに行ったりしようかななんて思ってるんですけど。そうそう、なんか出町座に、うん、7月10日とかその辺からなんか、中川さんがヨーロッパ企画の、はいはいはい、なんか行くとか行かんとかってツイートしてたんで、うん、行かんとはツイートしないでしょ。行く行くってツイートして行くだの行かんだのいや、行かんだのは行くってツイートしてるよ絶対うん、その日行こうかなと思いました。おお、うん、中川さんにちょっと会いにね。そう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 、やっぱ東京なんで中川さん普段。そっかそっか、うん、京都にいる珍しいなと。そうね、うん、ちょっとお仕事のあれも関係もあってっていうのでね、中川さん名古屋の方にもこう見に行ったりもするからね。ああ、うん、日本つつうらうら。そうだよ、今どこ行っても会えるんかな今中川さん。じゃあ3人ぐらいいるんかな中川さんその可能性はあるよ、三兄弟の可能性。ララ。それで言うと、ほんと今日さ、見に行くっていう風にツイートしてさ、うん、で、まあ、知り合いの人とかにも連絡してたりするのよ、僕。今、東宝シネマズでやってるんで、よかったらどうですかみたいな。うんうんうん。そしたらもう、キングコングの西野さんがさ、うん、さっき、今一緒だったんだけど、見に来てくれて、うん、マジびっくりした。昨日連絡して今日もう見に来てくれてたからね。あの人でもめちゃくちゃ忙しいのに、なんかもうすごかったよ、フットワークの軽さ。あの人も多分5人ぐらいいるんだと思う。いや、フットワークの軽さってやっぱ革命時に、いやもう革命必要な、いや本当にもう多分5人兄弟の 4男坊とかが来てたんだと思うんだけど。そういう意味じゃ僕の腰の重さ半端じゃないですからねいやもう団長1人だなって思うもん1人未満の可能性ありますからねいや本当にね、今こうやって泥捨ての果てで僕らがね、こう公開じわじわとされてってて、まあもちろんなかなかね、とかすごいよ、うん、なかなか今まあこういう時期ですから、いろんなね、こうね、思う人もいるだろうし、もちろん体調管理とかね、自分と向き合って、うんうん、そういう風にね、まあ来れるっていう判断したらちょっと遊びに来てほしいなというふうに思ってるんですけど、映画を見てほしいなって、うんうんうん、そんな中もうこっちよろリスナーがもうめちゃくちゃ来てくれてて、4人ぐらい？いや4人ぐらいいやそんなことない、いやいや本当にデルタさんもあったし、エリリンさんもうおなじみの東宝池袋で、あもうそう、カツ、さっきもカツ、カツ来たよ、カツと喋ったよ。大丈夫かっつって、あどうなのっつって、もうでも苦しそうな顔してたカツが、あそういろんな、まあコロナじゃなくても苦しい顔する時あるんですね、このご時世。
いろいろちょっとまああるんですみたいなこと言いながら、まあここではねなかなかこう言えないけども、うん、で盗んだバイクで走り出して帰ったんですね。盗んでない盗んでない自分のバイクでいや来てくれた、2回も来てくれたりとか、あらららら、いや本当にね、もうこっちのリスナー様々ですよ、聞いてますよ。東宝シネマとかああいう単館じゃないとこって、うん、もう集客なわけでしょ。そうそうそう、集客でどんだけ長い間、うんうん、打てるか。まあそのあんま生々しいことを言いなや、えあんま言うなや、あん、 そういうの、あんま、うんそれはもうそうなん、え？お、そうなんかな。気のせいかもしれない。じゃあ俺の。なんせ、うん、まあ言いたいのは初動が大事ってこと。多くは言わないよ。分かってます。多くは言わないけど、もうとにかくやっぱ初動って大事なんだよね。初動で見られるからさ。そらそうよ、すべてそうよ、うんうん、うん、YouTuber の動画も最初の30秒っていうぐらいやな、うん、まあね、やっぱ初動なんよ、初動なんですよ、うん、いやそこにね俺が加われないのがほんと悲しいです、はい、俺は、いやちょっとほんとに、うん、その初動にね、いや日本一腰が重い団長だからさ、いやほんとに、うん、絶対に倒れないと言われているこの腰の重さ。どうやったら見に行ってくれるのいやいや、ジャッキーチェン、ジャッキーチェンのラストアクションって言ったら見に行くジャッキーチェンのラストアクションもまあ家で見たし家で見たんや、うん、それも、うん、家で見た、アクション映画やのに、フルーで見たそれ、うん、全然ラストじゃないからね俺まだまだやるからね俺、まだまだやってたななんかうん、坂シューンって言ってたな、あーそれ見た、それ俺だから映画館見に行ったんだよ俺、ジャッキーちゃんのラストアクションだっつって触れ込みで行ったからさ、最後や空いてましたからね、そう、俺でもうこれは絶対見に行かなきゃと思って映画館で見て、そしたらメッセージが最後流れてさ、うん、日本の皆さんみたいな、うん、なんか僕はこれで引退というわけではないんだよ、アクションはもうしませんけど映画は出ようと思ってるよみたいな、そういう、うん、なんかこれまでいっぱい妻にも心配かけてきたしねみたいな、なんかそういうメッセージが流れて、うわーと思って感動してさ、うん、そっか、まあ引退ではない、アクションをやめるってだけだから、まあスクリーンにはまた戻ってきてくれるなと思った、次の作品でめちゃくちゃアクションしまくっててさ、うん、アクションの概念が違うんかも僕はまだまだやれるやんっていう、うん、じゃあジャッキーの話はいいんだよ、まあ僕からしちゃったんだけどさ、そうよね、ドロステ、うん、いや応援します僕は本当にね、まあ僕西野さん、まあそのたけしの挑戦状ビヨンドっていう舞台をね、うん、こう一緒にやる予定だったんだけど、まあまさにコロナでさこう中止、まあ中止、一応中止か、延期のつもりでいるけど中止になって、うん、でもそこからもまたなんかこうこのドロスの果てで僕らをねこうやって見に来てくださったり交友があるっていうのほんと嬉しいし、その何よりさ、うん、僕 LINE したんだけど あの人見てくれてたのよもう映画を、うん、というのはちょっとこう内部死者じゃないけどさ、はいはいはい、知り合いの人にはちょっと データでお送りして、うん、ちょっと見てくださいみたいな、ほんで感想とかどうぞお願いしますみたいな感じでね、うん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 、だからキングコングの西野さん、そのちょうど舞台やってる時にドロステが公開とかこうね、そっから始まるみたいになってたから、うん、ちょっと見てもらおうと思って、それで見てもらって、それめちゃくちゃ面白かったよってすぐ見てくれて、まあスマホでね、うん、自分のスマホで見てくれた、うん、だから見てくれてたから、そういうシネコン東宝シネマズ池袋で上映決まったんですよっていうお知らせを送って、うん、したらもう、うわおめでとうとかってすぐ LINE 返ってきて、うん、でその後さ、僕もしよかったらその、うん、こういう風なことがあったんで見ていただいてるし、うん、その宣伝、うん、西野さんがやっぱやってくださるとこう影響力あるし、うん、ちょっと宣伝していただけませんかみたいなことをね、うんうん、送ろうかなと思ってたのよ、うんうんうん、もう全部内部のこと言ってるけど今
そうですよね、うん、すごい内々のこと言ってるけど送ってもないこと言ってるもんね今だってそれで送ろうかなとした瞬間に、うん、もう見に行きますって来てさ、はい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 、あ、来てくれるんやってなってその、うん、その来てくださいっていうのはさすがになんかなかなかこうお忙しい人だしさ、うん、でしかも一回見てもらってるしさ、うん、無理だろうなと思ってたら、うん、もうその宣伝してくださいっていう LINE を送る前にもう見に行きますって来たからマジっすかってなって、お本当に見に来てくれて、ほいで今日あらららら、もう一緒に見ましたよ、でもう最もう終わった瞬間最高ですねっつって、うん、もう結構みんなお客さんいる前でいやあなたが最高だよってちょっと思っちゃったよ、そういう人がやっぱりね頂点に立つんですよ、やっぱり団長、うん、ずっと腕組んだままやね、そう本当麦茶のパック取らんだなって今思いながら聞いてましたからねさあ行きましょうか、カクテル、うん、恋愛相談、いやそれはもう麦茶飲んで一回飲んで麦茶一回飲んでほしい、喉乾いてるんやったら、カクテル恋愛相談室、これだから団長にドロスタン宛てで僕らをおすすめしてほしいって、もうこっちのリスナー結構見に来てくれてたからね、はい、あのメッセージがね、あの、はい、ほんとうっすらだけ、いやほんまあれ2通やね、そのドロステにのおすすめポイントそうですね、結構来てたよ、 いやこれうん難しいんかな、難しかったかな、あとむずいし、うん、この収録が今マジで急遽やってるから、そっか、そうなんよ、いつもやったらだいたい今日やりますとか、あーそっかそっか言うけど、それがちょっと今回できてないんで、オッケー、うん、ちょっとでも宣伝しガッツリしてくれてるからさ、団長に届けたくて、わかりました、はい、これじゃあ俺が読もうかな逆に、まあ、確かにね、ね、そうやね、はい、僕に読ませていただいて団長に届けるようにします、確かに確かに、はい、わかりました、あ、じゃあエリリンさんからいこうかな、エリリンさんから、はい、石田さん団長さんこんばんは、はい、ドロスの果てで僕らシネコジョイおめでとうございます、初日の今日を見てきました、うん、本当は夜だけの予定でしたが石田さんが来られるのを知り、でも仕事だから無理だと思ってたら、なんと園長が休みに、ほぼさんをねされてるんでね、園長が休みにしてくれました、おかげで大スクリーンで2回も見ることができました、うん、トークテーマドロステのおすすめポイント、ネタバレなしで伝えるのって難しいですね、私のお気に入りポイントは、団長聞いといてね、はい、終盤の諏訪さんのセリフです、ピンポイントな、はい、階段で諏訪さんが土佐さんに向かって言うセリフが大好きで、へー、くすっと笑えるところでもあるけれど私はうるうるしちゃいます、ちょっとこう、もう涙が出そうになると、感動ポイントでもあると、あとは団長が大好きな中川さんの登場シーンの第一声はおすすめですよ、あ、確かに、あるなしクイズで言ったら確かに中川さんはありの方かもしれない中川さんが大好きなってすごくバレてるんだね、そんな中川さん好きキャラ出してたかな中川さんの登場シーンの第一声おすすめ、へえ、気づけば映画館で11回鑑賞しているので、ほぼほぼすごいセリフ覚えてきちゃいました、もう今日もねエリネさん来られてたんで多分12回目13回目とか言ってたかな、うん、もう映画で一緒にセリフ言うてんちゃう、大丈夫でもまだまだ見ると思います、いやありがとうございます、ドロッセのヒットをお祈りしております、僕バックトゥーザフューチャーでもそんな見てないわ、すごい見ていただいてますね、ありがとうございます、まあ、とにかくでもじゃあ泣きポイントもであると笑いもできて、うん、で先週の石田さんの発言聞くにちょっとしたアクションまであって、あるね、全部あるやん、全部ある映画かもわからないです、うん、ありがとうございます、そして勝さんからも届いております、今日出よたばっかりの勝が、あのトークテーマ以外のやつもあるんだけど、まずトークテーマいこうかな、はい、トークテーマドロスさん当てて僕らのおすすめポイント、アカ
ペン滝川先生がバッチリ告知していて、あれ以上のネタバレなしでのプレゼンは無理だなと思ったので、うん、ああ、これね、YouTube でね、やっていただいてるんですよ、うん、赤ペン滝川先生っていうのが。ドロセン果てで僕ら変態映画だみたいな感じでねおすすめいただいてるんで、よかったら YouTube の方ご覧ください。はい、団長にだけ届けというプレゼン目指します。あ、いきます。もちろん団長は以前配信でクールランニングをおすすめされてましたが、だけどむちゃくちゃ好きな映画ですよ私は俺も覚えよう覚えてんな、かつクールランニングおすすめしてたっけ。僕も好きな映画です、クールランニング。はい、あ、配信でやってたのか、俺それ見てなかったからしなんか、ドロステの果てで僕らまさにリアルクールランニングです。ほんまに？ほんとか？ボブスレーやで。ほんまか？黒人4人がボブスレーする話やで。クールランニング。クールランニングでは本来、夏季の陸上でメダルを目指していたジャマイカ人が、うん、選考レースで不運な事故に遭い、ここからクールランニングエピソード。事故に遭い、夏季五輪を諦め、メダルを取るため未開の地、冬季五輪のボブスレーでメダルを目指します。そう、ジャマイカ劇フランからね、この講座は本来舞台で抱えるヨーロッパ企画さんがコロナで舞台ができなくなり、長編映画という未開の地でヒットを目指すという部分で酷似していると思いませんか。その内容じゃなくて映画内容じゃなくてその側のこれ背景ね、ここ背景の感じね。うん、おー、確かにね、舞台できなくなってヨーロッパ行くか、いや、その別にコロナの影響で映画撮ったわけじゃないんだけどね俺は。はたから撮ってたもんね、もう、うん、たまたま撮っててクールランニングではラスト選手たちが感動を見ます。ドロッセの果てで僕らのこの映画を感動のラスト、うん、大ヒットへと持っていくには団長の力が必要不可欠です。なるほど。ドロステの果てで僕ら団長の感想を聞いてみたいです。確かに、あのクールランニングを最初ドイツ人がむちゃくちゃディスるんですよ、ジャマイカ人を。でも最後の最後、一番先に拍手したのはドイツ人なんですよ。だからこうやって見えへん見えへんって言ってる僕が一番最後に最前列に最前列で大感動してフォーって言ってるっていう姿が確かにクールランニング的かもしれへんけど、その内容の話じゃないから。あとね、もう一言あるって、ニコラス・ケイジ主演のネクストという映画をご覧になっていますか？いや、もうニコラス・ケイジ手出しあかんねんって。2007年公開のアクションものでネクストでは、主人公のニコラス・ケイジが特殊能力で2分先の未来を見れる。あ、そうなんだ。そういうストーリーなんだ。見れるんですが、2分で何ができるのかを合わせて見てみると面白いかもしれませんっていう、ネクストも進めてるっていうね。あ、ネクスト見た上で、うん、じゃあドロッセ見たらもっと面白いってこと？いろんな、もう多面的な楽しみ方ができるっていうのをね、カツ。いや、言ってくれてるんだ、カツさん。カツそんなこと言ってる場合ちゃうからな。ちょっとそのお便りもカツさんから来てるんで。あら。ちょっとそれ紹介しようかな。これじゃあもう、これもうついでに僕が言おうかな。そうですね。前回恋愛相談がっつり取り扱っていただきありがとうございました。もちろん彼女のことは諦めていないし、うん、彼女の抱えている問題も一緒に背負わせてもらいたいと思っているので、うん、とても勇気づけられました。おお、これもう直接僕も伝えたよ。で喋ったよ。うん。かつ、いやもう本当にね、かつの顔からはね、うん、もうしっかりとしたね、なんか俺やりますよっていう感じが伝わってきたよ。あら、好きという気持ちはもちろんあったし今もあるのですが、彼女の抱えてる問題を聞いて、生まれて初めて人に対して愛おしいという感情を抱きました。愛した、より彼女と向き合いたいなと思ったってことやもんね。前回のメールにも書けばよかったのですが、彼女とは7月にも会えるよう調節しているので、また何か進展があった際にはご報告させていただきます。もう本当に応援してる。でもやっぱ会う感覚がやっぱでも遠距離やね、やっぱり。そうね、次7やもん、7というか、まあ今月、でも今月もうね、だからもう根気よく、その自分が好きだっていう気持ちがあるんだったら根気よく、彼女と連絡を
撮り続けることだと思うよって僕は言った。うーん、やっぱそうやって、ああ私のこと考えてくれてるんだなっていうのが一番ね大事だと思うし、7月末彼女と出待ち座来たよね。うん、そうね、それ、うん、それ俺も行くから出待ち座。なんか団長によろしくお伝えくださいってすごい言ってたよ、団長と飲みに行きたいですっつって。そう、そういうあれじゃないけどな別に。本当会えるおっさんじゃないんやけど。まあでもね話みたいですよ。はい、いやそうねというような感じで、まあ以上なんですか。もっと見てくれてるはずなんだけど。そうですね、うん、いやネタバレがむずい映画なんじゃない、やっぱりシックスセンス的な映画なんじゃない。ちょっと皆さんまだ見てないという方多分たくさんいらっしゃると思うんで、まあもちろん物理的にね、はい、まだなかなか公開されてないというところもあるんでね、ちょっと福岡の方とかまだお待ちいただいてる感じだと思うし、うん、ちょっと楽しみに待っててください、うん、はいはい。そしてなんかこう初めてのメールの方も一人いらっしゃるんでちょっと紹介しようか。はいはい、これじゃあ団長、じゃあ私が、はい、これですね、うん、ラジオネームもちゃ、はいもちゃさん、北海道26歳女性、全部書いてくれてる。北海道から聞いていただいてるんですね、あれね、北海道まで電波届いてるんですねこのラジオも、ね、はい、はい、石田さん団長さんこんにちは、初めてメールをお送りします。ありがとうございます。前回石田さんが、うん、結婚はこの人がいいではなくこの人でいいで結婚して良いのではというお話されてました。はい、私は26歳女性で彼氏は付き合って3年弱でバツイチ子持ちの石田さんと同い年ぐらいです。おー、アラフォーってことが40、うん、しかもバツイチ子持ち、なるほど。彼の子供は元奥さんが引き取っていて、うん、ほとんど会ってないようで、うん、彼と私は1年前から同棲しており、最近結婚の話が出ているのですが、バツイチ子持ちが私の中で消化できず躊躇してしまっています、うん、なるほど。私は全てが初めてなのに、うん、彼は結婚や子供が生まれたりといろんなことを経験済みで、私はその見えない元奥さんや子供に嫉妬してしまいます。おー、彼は私と真剣に向き合って私のことが一番大切と言います。それでも私は前の奥さんや子供のことが頭から離れません。そう考える人はバツイチと結婚は向いてないとよくネットで見かけます。石田さんや団長さんはどう考えますか。この人でいいで結婚を決めてしまって良いのでしょうか。でもこれはね、その、うん、そう考えちゃうってことはまだ彼氏の努力が足りないんだと思うよ、うん、こっからですよ。あ、まだ、うん、付き合って3年でしょ、で同棲して1年、うん、いやそれはねなかなかずっと思っちゃうんでしょう、うん、ちらつくし嫉妬してしまうし、でも、うん、多分彼の方はもう本当にそんな気持ちはなく、もう、もちゃさんと、うん、もう真剣に向き合ってると思うし、僕はね、うん、そう、まあその彼のことは分からんけど、うん、とは思うのよ。そんな簡単な気持ちではないと思うけど、うん、でもさらにそれを不安にさせないぐらいの努力をこの、うん、バツイチ子持ちアラフォーは頑張ってやんなきゃいけないんだろうなっていうふうにそれぐらい思いますね。いや、というのはやっぱ僕も11年彼女と付き合っててさ、うん、もう次付き合う人とかさ、うん、もうこの人はその11年の人絶対まだ好きじゃんとか思われるわけよ、とかなんかその人の思い出が一番いいんでしょみたいな風にずっと思われるわけよ。それはもう全然そんなことないんだけどさ、でも思われるのはもうしょうがない、やっぱり。まあそうよね、だったらもう頑張って、うん、いやそうじゃないよ、 あなたもう僕にはあなたしかいないんだよっていう風に思ってもらえるまで、うん、うん、もう向き合うしかないから、でそうなった時に初めて、ああじゃあ結婚していいのかなってなればいいと思うから、うん、今まだそういうなんか嫉妬しちゃうとかさ、まだどうだろうと思ってるんだったら、うん、うん、まだしなくてもいいんじゃない、
なるほどね。でもこれはね、その僕はこのもちゃさんの彼氏さんに頑張ってほしいなと思うよ。僕と同い年ぐらいの人で、僕はもうバツイチでも子持ちでもないんで、うん、あれですけど、うん、だって14歳とか5歳とか離れてるってことでしょ。ちょうどそうね、15、6離れてんじゃない。うん、そら不安になるよね。経験のあれが違うしさ、もちゃさんはそういう風に思うのはもうそら当然のことだと思うし、これ、うん、そう考える人はバツイチと結婚向いてないってネットで見かけますって言ってるけど、これはこんだけ年離れててそうだったら誰しもそう思うと思うよ。もちゃさんに限ったことじゃないと思うよ。うん、うん、だからまだそう、まあ彼氏がね、その、うん、そろそろ結婚したいなと思ってるのかな。最近結婚の話が出ているっていう風にねなってるけど、ね、そのもちゃさんがまだだと思うんであれば、うん、うん、もっと彼氏が頑張ってもちゃさんの不安を全部消すぐらい、うん、うん、ちょっと仲良くしてほしいなと思うな。頑張ってね。おー、でも僕はね、その思いますよ、もう、うん、予測でしかないけど、本当にねえ、バツイチぐらいの方がいいんじゃない。一回失敗してなんかさ、経験してるわけだからさ、もう失敗しないでしょ。うん、2週目やからな、2週目やからな、強くてニューゲームしてるわけですから、うん、もう、うん、いいじゃんって思うけどね、その方が。うん、お経験値あって、うん、いろんな、いろんなこと分かってる人なんだし、うん、そのバツイチの理由とかもにもよるかも分からないよね。確かにね、これがっつり恋愛相談だね、団長。久々に、うん、勝つといい恋愛の波が今これ団長はどう思う。あ、僕はもう完全にどんだけ彼氏が頑張ったって、うんうん、ちょっとした時にやっぱ出てくるよ、その思いは。ああ、この不安とかもうこの嫉妬は。そう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 、そっか。僕はもう、うんうん、もちゃが、うん、それをもう乗り切れるか乗り切られへんかだけの。まあそうかもしれないな。もう僕は単純に、なるほど、ね、いや、ほんま言う通り、そのもうストレスやから絶対それって、うーん、それは絶対重なっていくから、うん、もう見切りをつけるもよしやし、でも時間で解決するっていうか、うん、30になったら分からんしね、そうね、28になったら分からんかもしれんし、自分が、うん、別に。でも今好きなやったらとりあえず、うん、一緒迷いながら一緒にいて、うん、そのもう結末がね、もう地獄のような破境破滅でも、うん、幸せな小道でも、うん、最高じゃないですか。そんなん俺らの周りね、俺にはそのバツイチもバツにもないんだから。確かにな。そうですよ、水出し麦茶飲んでる毎日なんですからね、たったが。もちゃさん次第かもしれんね。頭から離れませんって、まあ、子供のこと、奥さん、前の奥さんのこと。でもさ、誰にだって過去はあるよ。そうよ、もちゃさんだってさ、逆に前の彼氏のこと想像して興奮する時もあるし。うん、俺みたいなもんは。いや、ちょっと茶化さないで。うん、でも本当のことをね。うん、そういうのもあるし、ね、あるしね、うん、人それぞれやから、人それぞれやからな、優位に立ってるわけやからな、だってもう、うん、そうよ、うん、まあね、まあね、まあでも好き、そんだけ好きってことやもんね、もちろん、まあね、こんだけ悩むぐらい好きってことだと思うから、うん、そうそうそう、うん、でもそれで相手のことをね、相手のこれが嫌だとかそういう不安でないんであれば、うん、自分がそのあれでしょ、相手が奥さんがいるとか、元奥さんがいるとか、前の奥さんいる、子供がいる、で子供に会いたがる、まあそれ絶対あると思うしね、うん、それは自分の子供なんだから、そうそう、うん、そこにどれだけ、俺で言うともう本当もう全然あり、
むしろもう俺でいっぱいにしてやるぜっていう感じも。そうね、うん、確かに。あでも逆に、うん、もっちゃんさんその方がかっこよく、かっこいいかもね。そのなんか嫉妬してさ、なんか頭から離れんなと思ってるのよりも、なんかその辺を含め余裕で前の奥さんや子供も含め彼氏のことを好きになってうんあげるっていう余裕があるともっとかっこよくなれるかもね。ね、楽やしね、そっちの方が。メゾン一国はそうだったよね、そういえば。ああ、メゾン一国もまあ、未亡人ですけどね。だいたい漫画に答えはあるというかさ、うん、メゾン一国に。メゾン一国に答えはあって、メゾン一国の最後の五代さんか、五代さんがさ、うん、五代さんがメゾン一国の、京子さん、うん、おとなし京子さん、ね、おとなしさん、うん、おとなしさんにその総一郎さんっていうね元旦那、まあもう亡くなっちゃって総一郎さんが、うんうん、でお墓の前でね、これ言っちゃっていいか、まあいいかもう、うん、五代さんがね、その総一郎さんも含めあなたのことを愛しますっていう風にプロポーズをするんだよね、うんうん、だからめちゃくちゃ嫌な女やったけどなあいつ最初の方めちゃくちゃ嫌なやつやったけどな。まあ死んじゃった総一郎さんのことを好きで好きでたまらなくて、まあ見事のままで、総一郎さんのこと好きなあなたも含めて好きになるっていうね、うん、そう、うん、まあまあそれかもね、ね、まあ、答えでは一つの答えではあるんじゃない。うん、前の奥さんや子供のことを思ってるそういう人を含め好きになるっていう、うん、一回ちょっと読んでほしいな、メゾン一国を。もちゃさん26歳やったら読んでへんもんな。読んでないもんね、うん、まあ、最悪まずランマ1/2から見るってのあるし。いや、あ全然関係ないけど、ランマは関係ないよ、うん、あれ水かけられたら女になるっていう話だけど。まずね、ルーミックワールドをね、知ってもらうっていうことで、まずランマ2分の1。ルーミックワールドもわかんない、だから。高橋留美子先生ね。え？ルーミックワールドわかんないか。高橋留美子先生の作品をルーミックワールドっていう感じわからへんの？それはもう30、40代じゃないとわかんないから。26歳がわかんないからさ。そうなんですね。いや、これそうしよう。メゾン一国一回読もう、もちゃさん。わかりました、じゃあ。うん、メゾン一国読んでもらって。はい。というわけで、ね、来週のトークテーマは、じゃあ、あなたの好きな漫画。あ、ルーミックワールド縛りじゃないんですね。じゃない。漫画にしようか、漫画トークでこんだけ盛り上がって。わかりました。昔の漫画でも、今の漫画でも。はい。おすすめの漫画教えてください。はい。漫画あんま読まなくなってんだよな僕。ああもう今僕むっちゃ読んでる。ああそう、うん、ちょっとじゃあ来週教えて、じゃあ団長も。あ、分かりました。 OK、 皆さんおすすめの漫画教えてくださいといったところで今週以上です。はい、次回も聞いてください。さよなら。さよなら。 LoveFM Podcast。 LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。 LoveFM Podcast。